どうもみなさん、こんぽて。フレッシュポテトです。今回の動画の内容は、フォートナイトに新しいゲームモードが追加されるといった内容です。気になる人は最後まで見ていってね。新しいゲームモードが気になる人は高評価とチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ早速紹介していくよ。今回のリークで分かったのが新しいモードの追加。そのモードとは何か。答えはズバリオープンワールドです。このリークが出る前にこんな画像がファイルから見つかったんだ。この2つの画像をつなぎ合わせると、こんな画像になるんだ。最初この画像の名前は、サターンテスト。サターンとは土星のことを言うよ。海外では新しい期間限定モードだと噂されていたんだけど、キャラの頭身が変わっていたり知らない武器を持っていたりすることから、徐々に新しいゲームモードの予想がされ始めた。少し話は変わるけど、みんなはエピックとアップルが裁判沙汰になった事件を知っているかな。実はその時に5つの文書がリークされた時に、これからのフォートナイトをさらに成長させるには、オープンワールドシミュレーションサンドボックスの実装が含まれていたんだ。経営戦略の一つとして実装されるか当時はわからなかったけど、今回の画像リークによって信憑性が高まったね。そしてこの画像はネットで話題になり始めてから削除されたんだ。このことからもこの画像は運営から見て、かなり重要な画像だったと予想しているよ。ここまでが新しいゲームモード実装の情報だね。ここからは具体的にどんなゲームになるのか考察していくよ。このゲームモードの名称は、オープンワールドシミュレーションサンドボックス。正直長すぎてよくわからないよね。だから一つ一つ砕いて説明していくよ。オープンワールド。舞台となる仮想世界を自由に動き回って探索攻略できるように設計されたレベルデザイン。つまりはマインクラフトみたいに決まった攻略法がないゲームのことだね。モンスターハンター。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド。テラリア。有名なタイトルだとこんな感じだね。次は5つ飛ばしてサンドボックス。ゲームの進行に関わるタスクやクエスト類が存在せず、プレイヤーが自分なりに目的や目標を決めて遊んでいく。ぶっちゃけオープンワールドと変わらないね。オープンワールドと違うのがゴールがあるかないかの違い。あれ？ゴールがあるのとないのとでは矛盾が出てくるね。おそらくフォートナイトの掲げるこのモードとは、一応終わりはあるけどほぼ無限に遊べるってゲームモードだと思う。そのためにクリエイティブっていう無限に遊べるゲームモードがあるし、そのうち実装されるアンリアルエディターもあるからね。オープンワールドに自分の作ったオブジェクトを置くことができたら楽しそうだね。アンリアルエディターについては前の動画を見てみてね。ここまではオープンワールドサンドボックスを説明したね。シミュレーションについては、あんまり気にしなくてもいいんじゃないかな。オープンワールドが一番のテーマだと思うからね。最後にこのモードに追加される演出について考察してみよう。シーズン6にあったインポッシブルエスケープはみんな覚えてるかな。そう。あのクソゲーだね。あのゲームモードには探索するたびにマップが見えていく演出や、出会ったプレイヤーとチームを組む仕様があったよね。海外ではインポッシブルエスケープが新しいゲームモードのテストだったのでは？と予想されていたよ。どうだったかな？今回は新しいゲームモードについて紹介したけど、フレッシュポテト自身も結構楽しみだよ。最後はこのゲームモードがいつ実装されるかについて予想しようと思う。ズバリ今シーズンが終了した時だと思う。今いろいろな場所が UFO に誘拐されていたり、マザーシップ内にもいろいろな建物が保存されていたよね。そしてこの画像の名前は、サターン。つまり火星。今回のシーズンは宇宙がイメージされる内容だから、かなり結びつくと思うよ。どうだったかな？今後もこういったリーク情報を発信していくから、これからフォートナイトのリーク情報が気になる人は、高評価チャンネル登録よろしくね。それではまた今度。